はい、どうも肉のコーチ肉です、本日なんですけど、今私はですね天空橋駅にやってまいりました。羽田のあたりがすごい開発をされているということで、今日はねこの辺をねブラブラと歩いてみたいと思います。ということで、もう目の前にありましたよ、天空橋駅の目の前に羽田イノベーションシティというですね複合施設ができております。ではちょっとですね、このイノベーションシティの周りね、あんまりこう敷地の中に入るとね怒られちゃうので、ね、もう私も来年50歳なんで怒られたくないんで、外側の方ねちょっとぶらーっと歩いてみたいなというふうに思いますけどもね。羽田イノベーションシティって書いてありますね。見えますか、羽田イノベーションシティ。この街で過ごすすべての人にイノベーションをって書いてあります。すごいわね、だんだんイノベーションって言ってるとなんか不思議な気持ちになってきましたけどね僕のイノがベーションしますって、これなんかピカルの定理かなんかでね昔やってたような気がするんですけどね、イノがベーションするっていうね、はい、そんな感じになってきました。すごい、もうイノベーション感が後ろとかもね満載ですよね。もうすごいイノがベーションしてます。ああすごい、飛行機が通り過ぎていく。見えました、見えませんか。やっぱすごいわね、天空橋ってすごい近くを飛行機が通るのね。はい、ということでどんどんねイノベーションしながらね、イノベーションしながら、私が今羽田イノベーションシティの周りを歩いてます。助走がねイノベーションしながらですよ、はい、すごいわ。何が入ってるんだ、 KQEX イン羽田イノベーションシティ、コングレスクエア羽田メインエントランス。もう全然わかんない、結局何があんの、いや何があんのか全然、あ、ゼップ羽田がありますよ。ゼップ羽田が多分ずっと歩いていくと、なんか何だろう、このヤングたちは何だったんでしょうね。ヤングが通り過ぎてね怪しまれたんじゃないかな。まあその辺に関してはもう諦めてるからね、怪しまれることに関しては。ずっと怪しい人生よ、私の人生なんてさ。はい。わかる。あれ？ゼップは？ゼップはどこだ？あれ？なんかちょっと大変よ。もう建物が終わっちゃうんだけど。なんて言ったって初めて来るとこですからね。全くわからないんですよね。私が地図を全然読まない女だからさ、今どこにいるのかわかんないんだけど、ちょっとイノがベーションしてるところの2階の方に今階段を使って上がってきてます。はあ、ね、もう階段登るとはぁとか言っちゃうのよ、年齢ね、来年50歳だからね私ね。はい、見てください、グルナビフードホール。 Why って読む？ Why? わかんない。 Why? あとこっち側はこれがゼップ羽田、これがゼップ羽田かな。はあ、今日もライブがあるのか、なんか人がね後ろの方にたくさんいます。はい、あとはこんな感じのショッピング街が広がってます。ということで、思ったより商業施設がちゃんとありました。このねイノベーションシティ側は超都会なんですけども、この2階から見える後ろ側の光景、開発されていないところが残ってるというところですね。だからやっぱもう天空橋ってまだまだここからね変わっていくんじゃないかなって思うと、このね何もない状態もなんか貴重ですよね。あ、また飛行機よ、はい、はい、ということでね、飛
行機が飛ぶとね、やっぱりイノベーションしてる感じがしますね。ということでね、ちょっとなんか今すごい風がいっぱいあって、スカートが下の方ではマリリン・モンローみたいな感じになってるんですけども、まあ誰も人が通ってなかったんでよかったですけどでこのイノベーションシティと、あとやっぱりせっかく天空橋に来たんで、皆さん気になってるね、天空橋を見に行きたいなというふうに思います。西に行くから多分太陽の方角に進めば、今夕方なんだ。うわすごいすごいすごい、やっぱすごいですね、あの羽田の離発着の数はね、半端ない。そしてちょっと眩しいんでね、サングラスかけさせていただきますよ。なぜかというと今西日がすごくて、西に向かって歩いてるからですね、はい、そう、駅を降りて西側に行くと、さっき上から見えていた川が海老鳥川で、海老鳥川に架かる橋が天空橋っていうらしいんで、多分どっかで西に進むところがあるはず。あ、すいません、渡ります。はいはい、ここね信号機ないからね、手挙げて渡りますよ。はいね、よいしょ。これ違うとこ行っちゃう。あ、橋ないのかな。ああ、そこから先は渡っちゃいけない。この先行き止まりだから違うわね、地図見ろよって感じなんですけど、地図も見たがらない女性なんです、私。はい、どうしよう、迷っちゃったら、ここで行方不明になっちゃったらどうしよう、帰れなくなったらどうしよう、空港の島から出られなくなっちゃったらどうしよう。でも私は地図を読まない女価値あるお金の増やし方、お疲れしゃい。あー、これ天空橋駅に戻ってきましたね。はい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 、人が通ってるってことはこの先に橋があるんだな。今紛れもなく私は西日に向かって歩いてるから、駅の西側ですね。この橋が天空橋、これが天空橋なのかしら。多分私今天空橋にたどり着いたのかな。あー、やっぱりそうだよ、こっち行くと穴森になるんで、現在地これで、はい、そうですね、これがやっぱり天空橋みたいです。はい、ということで夕暮れの天空橋に来ました。橋が見えてきました。これが天空橋です。この橋が駅の名前の由来になった天空橋です。今この下に見えている川が、海老鳥川という、あそこで多分多摩川と合流して最後多摩川になっていくんですね。はい、ということでですね、もうこれで天空橋を思い残すことはないんで、羽田の第3ターミナルの方に移っていきたいと思います。どうしようかな、歩いていくっていう方法もあるんですけどね、歩いても行けないことはないのよね。30分ぐらいって書いてあったから、でも30分もう私来年50歳だから、やっぱり一息電車に乗りますということで、一旦あの東京モノレールの天空橋駅から第3ターミナルまで電車で移動したいと思います。はい、ということでですね、私ね、さっきあの京急から帰ろうとしていたんですけども、実はね、この天空橋駅の近くにすごい大事な場所があって、それを見落としてしまうところでした。この鳥居がどんな鳥居か分かります？実はですね、この鳥居、ここにあの穴守稲荷があったんですけども、飛行場を作るっていうことになって強制的に移動させられて、穴守稲荷も今の場所に移転させられたんだけども、鳥居だけがなぜかここに残っているという不思議な場所です。弁天橋と言われている橋の近くにあります。
で、なんか面白いのはこの鳥居のところの額縁に平和って書いてるんですよね。それでなんか今愛の鈴がね置かれているみたいな感じなんですけど、面白いですね。ということで、このね、昔この空港島が人が住んでいる町だったっていうことの名残のね、場所、天空橋のところから見ていきたかったので、寄ってきましたということでございます。はい、私はですね今第3ターミナルの一般車の出入り口のあたりにいますね。このね第3ターミナルに来たのは、エアポートガーデンっていうやつを撮ろうと思ったんですけども、思いのほかあの空港と直結で2階でしかつながってなくて、館内ちょっと撮影がちょっと難しそうだったので外から撮影をしてます。せっかくだからこの羽田の第3ターミナルから近い川崎のあの多摩川にかかるねスカイブリッジみたいなのを渡りたいなっていうふうに思うんですけども、私はね方向音痴な上に地図を見ないあの助走なんでね、まあここがどこなのか全くよく分かってないんですけども、なんとなく野生の勘を働かせていきたいと思うんですけどもね。でももうじき日が沈んじゃいそうだから、私がたどり着く頃には真っ暗になってるんじゃないかっていうね、あの危険性は十分あるんですけども、もうなんか大冒険ね大冒険だわ。早くしないと夜になっちゃうよ。急ごうよ。今後ろに見えてるのが、エアポートガーデン。だから今エアポートガーデンの空港側から見て裏側に来てます。来てます。だから多分これなのかな、川らしきものが見えてきた気がします。多分これ川だわ。多分あれが船着き場かなんかがあるのかな。私の後ろ、川と船着き場が見えてきました。渡れるかな。あ、発見したのは羽田空港船着き場というところですね。これを通っていくとズン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 と行きますよ。はい、ちょっともうこの段階からいい景色が見えてて、ほら多摩川っすよ。でこれが多分スカイブリッジをこう登っていきましょう。すごい、なんとか夜になる前に間に合いそう。それ。よっしゃ、着いた。はい、ということで私たちはなんと、多摩川スカイブリッジのところに到着してね、思い切って今日は多摩川渡ってしまいたいと思います。すごい広いですよ。ズン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 とこう空に続いてるような橋が広がってますね。見てくださいよ、この広々とした多摩川を助走がね、助走が渡ってんですよ。助走もね、広い世界を見たいんだよやっぱこうやって見てるとね、多摩川ってやっぱ一級河川だわ。でかい多摩川の広さにね、たまげましたよ。いやでもこれ絶対あの景色もいいし、みんな来た方がいいですよ。これスカイブリッジ綺麗なんだよ。これ川の終わりに来てますけども、まあ、私も綺麗だけどね、髪の毛ボサボサだけど風のせいで。でもさ、完璧じゃなくて突っ込みどころがあっていいじゃない。人間なんてさ、そういうところがいいところなんじゃない。ということで渡り、ほぼ渡り終えました。最後にね、多摩川
川崎側から見た多摩川をね、みんなで、ちょっとみんなに見せてあげたいと思うんですけども、こんな感じです。こうやって、この橋をずーっと渡ってきました。うるさいな。はい、ということでね、どんどん今新しい施設が建っている羽田の天空橋第3ターミナル地区を今日は旅してきましたけども、もしよろしければね、また私が行ったところなんかを訪ねてみると楽しいと思います。ということで、ありがとう。車うるせえな。うん、じゃあね、バイバーイ。